安いね。うわすごいね。もう持っただけですごい、腰を感じますね。タルタルソース。おお、決めの。というわけで始まりますグルメ旅。今回ご紹介したいお店がこちら、うどんのお店になりますね。皆さん知ってましたか？ランチタイムにお邪魔させていただきました。前から気になってたセルフうどんの小麦屋さんというねお店があるんですけど、結構ランチタイムがおすすめということでちょっと行ってみようかなと思うんですけど、何種類かねこのメニューがあるんですけど、はいはい、かなり人気で、あ、なるほど、すぐなくなっで今日どんなものなのか、なるほど、見て行こうかなと思います。ちょっとこちらにお邪魔しようかなと思います。うどんのお店なんですけど、はい、安いね。白身フライ定食が、あ、残りません。あ、これもセレクトできる。あ、できるんだ。海鮮かき揚げ丼。というわけで、いざ注文というわけですけども、こちら、セルフサービスとなっておりますね。はい、まあ、この他いろいろとね、メニューがあるんですけど、レオは白身フライ定食。そして僕はまかない丼をね注文させていただきました。もうどちらともねうどんがついてくるということになっております。レオが頼んだのが白身魚定食で、はい、僕はまかない丼と冷たいぶっかけのやつで700円ぐらいだったかな。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はいはいはい、うわすごい、美味しそう。こちらでございます。いいねこれ、まかない丼こんな感じで、なんだろうな、鳥だね、その唐揚げとかね、卵とじみたいなね、でこれぶっかけで、はい、でかいっすね、600円、600円ですよ、ご飯食べ放題、ご飯おかしいね、すごいね、すごいね、もう持っただけですごい、腰を感じますね。それでは早速いただきます。こうね、麺がしっかりとしていてね、食べ応えがあるという感じでしょうかね、うん、こちらね、なんかつゆ、おつゆが結構ね味わい深くて、おすすめかなと思いますね。美味しいです。はい、続いてはまかない丼を食べていきたいと思います。こちらかなり人気で、本当に口コミ評価が高いというか、美味しいんですよね、これ。
ぜひ皆さんもあのトライしていただけたらなと思いますね。これに頑張った、いい味が組み込んでます。タルタルソース、決めのね、大盛りですね。ね、いやどうぞ。はい、大盛りっすよ、ね、半分に分けたんですけど、こんな感じで。どうでしょう、中柔らかくて、外サクサクで、ご飯もちゃんとゆかりがね、乗ってて、あ、そうです。なんか結構、タルタルソースがなんか美味しそうね。もう食べちゃったんですよ。ポテトサラダも好きですね。ああ、そうなんだ。すごい美味しい。美味しい。ラスも美味しい。めっちゃ美味しい。というわけで、こんな形でいただきました。もうがっつりな感じで満足でございました。はい。はい。どうでした？いや、めちゃめちゃね、すごかったです。さっきも多分ボリューミーな定食を見てもらったら分かるんですけど、あれで600円というね、すっごい満足だよね、はい、その冷たいのと、あ、かけうのとぶっかけが選べるんですよね。その中でも冷たい、あったかいとか選べるんで、まあ、その好みに合わせてその時の、ね、気分でいろいろ選べるかなと思って、唐揚げとなんか海鮮かき揚げとか、あとカツ丼、うん、なんかまかない丼があって、うん、なんかいろいろとあるんで結構ね、いいかな。でもうどんって言ったら結構揚げ物系なんで、はいはいはい、いいと思いますね。ぜひ行ってみてください。まあ、あの URL というかその住所載せておきますんで、ぜひチェックしてね、行ってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。